は最終日です、全然動画撮ってなかったんですけど、なんだっけ、サマルカンドに着きました。8時49分のに乗ってお昼ぐらいにタシケントに着きます。荷物がですね、いろいろ買い物しすぎたせいでもうこんなになっちゃって、預け入れじゃなくて手荷物用のリュックが入らなくなったんで、外にこんな感じでつけてます。ではこれから出発します。ウズベキスタン旅行もいよいよ最終日。この日の予定は8時49分サマルカンド発の電車に乗って12時44分にタシュケントに着きます。日中はタシュケントを観光した後、夜の10時15分タシュケント発の飛行機でキロに着きます。こうして窓からウズベキスタンの景色を見れるのもこれで最後なんだと思うと、なんだかとっても感慨深く、また名残惜しさも感じました。ウズベキスタンの雄大な自然、しっかりこの目に焼き付けました。隣の席の女の子がチョコレートをくれました。タシュケント駅にも到着です。お昼は初日に夜行列車で食べるためにテイクアウトしたブロッコリーさんへ。指差し注文ができて野菜メニューが豊富なので再度こちらに向かいました。お肉のメニューも豊富だし、パンもありますよ。今お昼ご飯を食べに来ました。今回海外旅行の一人旅はほとんど一人でご飯を食べることがなかったっていうぐらい、すごい人との出会いに恵まれました。だいたい夜ご飯も昼ご飯も誰かと一緒に食べてたので、今日は最終日のお昼、最後のお昼なんだけど、今日初めて一人食べてます。こんな感じ。サラダとナスのサラダとジャガイモの炒めたのと牛肉の炒めたの、なんかロシア式の食堂っぽいお店らしくて、ショーケースの中におかずがいっぱい入ってて、その中から好きなのを選ぶっていう形で今日4種類選びましたね。これで11万7千円済むなので、そんなにお安いお店ではないです。なんかカフェみたいな感じなんですかね、ちょっといい感じの。ということでいただきたいと思います。食後のコーヒーブレイクにカフェにも行きました。テラス席も広いし、店内もおしゃれだし、ケーキやスイーツもどれも美味しそう。私は甘いものが大好きなのでとっても迷いましたが、チョコレートケーキにしました。1ピースのサイズ感も日本より少し大きめなので大満足でした。カフェでゆっくりしてから地下鉄で移動して、お土産などを購入しにスーパーへ行きました。スパイスは大容量から小さなパックまであるし、ナッツやお茶類もたくさんありました。海外に来ると生活感を垣間見れるので、スーパーに寄るのがとても好きです。ついついいろいろ買ってしまいたくなります。最終日で油断しててお腹下してすっごい気持ち悪くて、駅でダウンしてたらなんかみんな助けてくれて、駅員さんが荷物を持って、もう階段も登れないぐらい辛かったから、このでっかいザックを駅員さんが、登って持ってくれて、普通に泣いてる。今日一人だし、ずっと誰もおらんし、マジでね、みんないい人だ。ウズベキスタン助けられてばっかり、最後にすごいなんか泣ける、そして下痢しすぎこんにちは、ちぼです。ウズベキスタン最終日で起こってしまったアクシデントのお話、またお盆期間の動画投稿やお盆期間以降の動画投稿についてのお話をできたらと思います。私最終日にお腹を下しちゃいまして、
結構なんか強い方なんです。なんですけど、見ていただいた通りお昼ご飯、そこでご飯食べて、で、カフェでお茶した後に、スーパーでお土産とかをいろいろ、ナッツとかスパイスとか買おうかなとか思ってたんですけど、もうなんかカートを押しながらだんだん辛くなってきちゃって、結局買い物もちょっとなんか中途半端な感じで終わらせてしまって、で、もともとはまたそこから別に、リシタンを買おうって、リシタンっていうのはウズベキスタンのお皿。陶器な、すごい可愛いお皿なんですけど、それを最終日に買ってお家に持って帰ろうと思ってたんですけど、もう買えるような体調ではなくて、だから私リシタン買えてないんですよ。すっごいショック。もう絶対ウズベキスタン行ったらリシタン買いたいって思ってたんですけど、買えなかったんです。で、もともと最初はリシタンのところに向かう予定で駅に入ったんですけど、立ってるのもきついし、座っててもきついしみたいな状態で、これもう無理だから一回ちょっともうこれ空港にいつでも行けるようにしといた方がいいなって思って、でもリュックも背負えないし階段も登れないみたいな感じで、もう階段の隅でこうやってなんか固まってたんですよ。そしたら駅員さんが駆け寄ってきてくれて、君どうしたの大丈夫みたいな、私ももうこんな状態だ、大丈夫じゃないみたいな、にで駅出たいんだけどみたいな、もう出れなくてみたいな、辛いとかって言ってたら、そのリュックを担いでくれて駅員さんが駅の上まで持っててくれて、なんかもう、はぁ、ありがたいと思って泣いちゃって、もうリュックを担いでくれてる駅員さんの背中を見ながらもうボロボロ泣いちゃって、あ、ラフマートみたいな、ジダヤムフルさんのマーンみたいな言いながらボロボロに泣いて、で駅出てベンチに腰掛けた状態で撮ってたんですよね。あ、みんな優しくてって言ってるのは、あれはそういう状態の時です。もうほんまにね、皆さんの優しさが本当に身に染みました。嬉しかったですね。あの時本当に助けてもらって本当に助かりました。あの時もう本当にね、リュックとかも背負えないし、私もう引きずってたんですよ。もう最終的になんか引きずるのも辛いから足で蹴りながらこうなんか歩くみたいなぐらい辛かったんですけど、でもその後はね、もう上下マーライオンでした。すいません、ちょっと汚いお話になってしまうんですけど、本当にもうお腹下しちゃって、もう上からももうなんか出ちゃって、何だったんだろうあれ。だからもうずっとトイレにいましたね、ずっと。もうきつかったです。本当はまだ全然いっぱい時間があって、空港に行くのもまだ早いみたいな状態だったんですよ。だからとりあえずタシュケントの駅のところでなんかカフェとかに入って、もうお茶しながらゆっくり休憩してようみたいな、なんか動くのも良くないしって思って、そんなになんかゆっくりできるようなスペースじゃない、ほんとちっちゃいとこだったんですけど、カフェに入って、でなんかその時も私良くなかったんですけど、なぜかカフェラテ頼んじゃって、でカフェラテ頼んで店内でこうちょっと飲んでたんですけど、もう5分ぐらいで限界来ちゃって、あ、これやばい、来た、これもう無理と思って、出るって言って、あ、センキューとか言って、出て、つよちゃんほんとここから汚い話ですよ。バンって出た瞬間に、デポジットしました。一応ね、テイクアウト用のカップでもらってたんです、紙コップ。なんかあってもすぐに出れるようにと思って。で、まだ3口ぐらいしか飲んでないカフェラテ。もうほぼほぼ、まだまだ新品のカフェラテにもう、そのデポジットして、お店出た瞬間に、もう、なんか、ここまで来たかみたいな。このウズベキスタンすごい最高だったけど、今最低地点に来たなっていうぐらいに。ウズベキスタン一人旅、一週間、すっごい楽しいこともあった。最高のもう思い出もあって、今もうどん底みたいな。最終日に来てどん底みたいな感じで、ちょっとしか飲んでないカフェラテにですね、はい、デポジットをしまして、ここに。そのなんかね、5秒後ぐらいにウズベキスタン人に喋りかけられたんですよ。あー、君日本人みたいな。もう私この満身創痍の状態、もうデポジットして、もうこれ飲めない状態で、うわー、やっちゃったってなってる状態で、こっちから喋りかけられて、うーって振り返ったらウズベキスタンの人で、いや、君ジャパニーズかいみたいな。あー、イエーみたいな。あ、俺、ジャパニーズのアニメ好きなんだよみたいな。なんだっけな、見たやつがあってさ、みたいな。なんで名前だったっけなみたいな、すごい言ってて、
嘘でしょみたいな、君が喋りかけてくる前に5秒前に私ちょっとここでデポジットしてた、ワンちゃん見てなかったその瞬間みたいなぐらいに戸惑っちゃって、嘘でしょみたいな、絶対見てたよねみたいな、私今戻してたんだけどみたいな、すごいタイミングで喋りかけてくるじゃんって思ったんだけど、もう止まらなくて、すごい笑顔で喋りかけてきてくれるから、こっちもなんか、あーんーと多分それ君の名前じゃないかなみたいな、言ったらそれそれそれだみたいな、君の名前だよみたいな、あれよかったよみたいな言ってくれて、あセンキューみたいな、でももう私もうこんな状態で、うんみたいな、ワンちゃんもう一波来るみたいな、第二波が来るかもしれないみたいな状態で、あごめん、この近くにトイレとかってどこにあるかなみたいな、もう多分この状態ですね今、私結構リアルに再現できてるかも。そしたら、あトイレだったら駅にあるよみたいな、トイレかみたいな、なんか結構広い道路で向かいにあるんですよ。でなんかあんま歩道とか横断歩道とかもなくて、で結構車社会なんでウズベキスタン、あなんか行くのも結構大変そうだなみたいな、今の私の状況だと結構これ大変そうだとか、なんかああサンキューとかって言ってたら、なんか目の前にさーってなんかいきなり車止まって、なんかお兄ちゃんがうんじゃんみたいな感じでさーってなんか車のなんか多分友達だったっぽくて車乗ってさーって行っちゃって、私今完全にあいつの暇つぶしに使われてたよなみたいな思いながら、私すごい今散々じゃないみたいな、結構デポジットしてね戻した後になんかウズベキスタン人に暇つぶしでなんか日本のアニメの話をさせられ、何の映画か分かんない、なんか君の名はっていうのを当ててあげてさーって去ってくみたいな、おうみたいな、いろいろ情報量多すぎてついていけないみたいな状態だったんですけど、もうこれ行くしかないと思って、もうガッてお気に持ち背負って、最後駅に着くまでは第二波来ないでくれって、もうこれは自分との戦いで必死にもう呼吸を整えて、大丈夫大丈夫絶対大丈夫だから大丈夫だからって言い聞かせて、もう横断歩道のない中さーって車のないタイミングでだーって行って渡って、で実際駅行ったらなんかチケットないのに駅は入れられないよって言われちゃって、クソーと思って、そしたらなんか隣の駅のチケットの売り場だったのかな、なんかもう一個施設があったんで結局そっちのトイレ入ったんですけど、もう本当に怖くなっちゃって、私これ出れるのかみたいな、これは本当に空港に行けるのかな、今日帰れるかなみたいな、もう本当にねずーっとエンドレスで、終わったって思ってもまたなんかまだ来るみたいな感じで、もうね本当第2波第3波第4波みたいな感じですごかったんですよ。だからトイレここ出てもまた来るんじゃないかっていう恐怖心がもうすごくて、しかも一人じゃないですかその日はね、一人旅なんて当たり前なんですけど、今までちょっといろんな人が私の周りにいてくれたっていうせいで、あどうしようどうしようどうしようとか思って、でももう確実に時間も迫ってきていて、で自分の体調面から考えてもなるべく早めに空港には着いといた方がいいと思ったんで、ちょっとなんかキリいいところでタクシー乗ってもう空港に行っといた方がいいなって思ってたんですよ。でよしもうそろそろ行こうって思って、ちょっと落ち着いたタイミングでトイレを出て、でもそんな状態で満身創痍なんでもう必死なんですよね。そんな時にヤンデックス GO も使えないということで、もうタクシーの人と値段交渉もしないといけないんですよ。スムーズに行きたい時なんですけど今が一番でもなんかいろんな人にタクシータクシーとかって声かけられて、あの空港まで行きたいんだって言って、でそしたらやっぱみんな結構ふっかけてきて、でなんかあの一人はもういいよいいよ乗りな乗りなみたいな、とりあえず乗りなよって言われたんですけど、もう必死な時のマックスだったんで、値段言ってくれ値段言ってくれってこっちは必死でみんなに聞いて乗らなきゃいけないのに、いいから乗りなよって言われた瞬間にパチンってきて、ノーみたいな、お前のところは行かないみたいな、値段を聞いてるのに言えみたいな、もうねブチ切れましたね。その時に初めて旅で、でもうなんだお姉さんなんかこのジャワニーズガール怒ってるじゃないかみたいな感じでそーって言っちゃったんですけど、で聞いて、うちはなんか何万住むで行くよ何万住むで行くよみたいなで乗りましたね。なんとかね、あの気力を振り絞って空港には着きました。はい、本当いつもだったら話しかけられたらすっごい嬉しいんですけど、話しかけられても最低限の返事とかぐらいしかできない感じで、すごい感じ悪かっただろうなって
思います。あの飛行機のね帰りの便の隣の人が日本人の方だったんですけど、ですごいあの感じのいい方でいろいろ話しかけてくれて、なんか私がフットレストとか使ってたら、あ、そんなのあるんですねみたいな、すごい便利そうですねとか、なんかどういう感じで回ったんですかとか喋りかけてくれて、本来だったらすっごい喋りたいんですけど、もうなんか喋る気力もないぐらいにも、そうですね、私はタシュケントから行って、夜行列車で、ヒバまで行ったんです。みたいな、ほんとこのテンションで、全然違うじゃないですか、私の普段の感じと。で、あ、夜行列車なんですかみたいな。僕3週間前とかではチケット取れなかったんですけど、どれぐらいのタイミングで取られたんですかみたいな。1ヶ月半ぐらい前でしたかね、みたいな感じで、もうね、すーごい辛かったんです。でも、なんだろうな、辛かったから逆にいいこともあったんですけど、あのね、私全然飛行機とかでも全く寝れないタイプなんです。なんか神経質なわけではないんですけど、夜行列車とかね、夜行バスとか全然寝れないんですよ。なんですけど今回は体調崩してたせいか、すごいぐっすり安眠できましたなんかそれがいいのか悪いのかって話なんですけど、結果的にオーライで飛行機で初めて寝れたんですよ。でびっくりしたのが、その知らない間に寝ちゃってたのかわかんないんですけど、なんかさーってパッて起きて、夜暗いんですよ。でもまだ全然飛行機出てなくて、え、何これ遅延みたいな、え、すっごい夜暗くないって思ったら、でもなんか機内食は出てくるんです。だから、え、そんなことあるのみたいな、なんかその着陸してないのに機内食出てきちゃうとかあるって思って、で隣の人に、え、なんかまだ着陸してないんですかって言ったら、え、もうしてますよみたいな、とっくにしてますけどって言われて、え、みたいな、え、私寝てたから気づかなかっただけみたいな、え、今私なんか普通に、え、もう着陸してるんですかみたいな、え、嘘でしょみたいな、あ、嘘本当にみたいな、なんかすごい全然気づかなかったです。ゴーンのなんか G かかってる感じとか何も気づかないぐらい爆睡してて、体調崩すとそういうことでも気づかずに寝れるんだっていうことを思いました。いいことなのか悪いことなのかは別ですけど、でもね、寝れましたよ。でも体調崩しすぎて機内食食べれなかったんですよね。それがちょっと残念でした。食べたかったんですけど、で食べれなくて、でちょっとね、まあ、それもね回り回ってよかったのが、隣のお兄さんがね、メガネかけたイケメンの方だったんですよ。で体調崩してたんで、食べないんですかって言われて、あ、私ちょっと体調崩してて今お腹全然空いてないんで、もしなんか食べたかものとかおかわりしたやつあったら私の食べてくれていいですよって言ったら、え、みたいな、あ、じゃあフルーツもらっていいですかって言われた時にちょっと燃えました。メガネかけたイケメンのお兄さんが肉とかじゃなくてフルーツもらっていいですかって言われたのちょっとキュンってしました。かわいいと思って、フルーツが食べたいんだと思って、あ、いいですよって言って、召し上がってくださいって言って、フルーツ食べてましたね。可愛くないですかお肉とかじゃなくてフルーツいいですかって言ってくれるメガネかけたイケメンのお兄さん、ちょっとね、それだけときめきました。体調崩したけどね、最後にちょっとだけいい気持ちにさせてくれたお兄さんにね、感謝しようと思いますっていうね、そんな感じで私は無事に日本に帰れました。でもちろん旅行中に出会った方でお腹崩した方はいなかったです。本当に私だけでした。で私も8日間いましたけど、本当その最終日だけだったので、他でなんかお腹崩しちゃうようなこととかはなかったです。なので特別そんなに心配したりすごく不衛生ですよっていうことはないです。ですけど何があるか分かんないですし、自分の体調がね、免疫力下がってる時とかっていうこととか、そういうタイミングもあると思うので、皆さんもね、薬とかはね、持ってた方がいいかなと思います。なんかあった時とかに、海外の薬だとちょっと日本人の体にちょっと強いとかもあることもあるらしいので、不安な方は持っていくとちょっと安心かなと思います。以上が私の旅のアクシデントでした。まあこういうこともあるんだなっていう、初の海外一人旅で勉強になったので、まあ、この教訓をもとにね、これからの旅とかでも楽しんでいければなと思ってます。ということで、ちょっとこういう失敗談とかも含めて皆さんにお伝えして、あ、こういうことあるんだなとか、こういうやつがいるんだなっていう感じで、ね、笑い話で聞いてもらえればいいかなって思います。
でですね、一応このウズベキスタンの Vlog も、じゃあ Vlog っていう形では今回が最後になります。ただ、なんか話せることとかはまた今後もいろいろやっていきたいなって思ってますので、ウズベキスタンの情報収集したい方とかは、これからの動画とかも楽しみにしていただいたり、あとは今のブログを、Vlog を見た上で、ちょっとこういうことも知りたい、こういうことも聞きたいっていうことがあれば、コメントとかで残していただければ、そういった動画を作るように私もちょっとしたいなと思いますので、ご意見ご要望ありましたらぜひコメントください。はい、今後もまたそのウズベキスタン以外の国の Vlog だったり、旅を通じて自分の好きなこととかを発信していけたらなと思ってます。またコメントでこういう動画もまた見たいですとか言ってくださる方とかもいらっしゃるので、要望に応じた動画なども作成していけたらと思ってますので、今のねチャンネル登録していただいている方も、ウズベキスタンの情報収集のために登録していただいている方がとても多いかとは思うんですけれども、もしよろしければ今後もですね、これに飽きずに楽しみにしていただければと思いますので、皆さん高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。また今後の動画もね、見ていただいたり楽しんでいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。ではいつも皆さんご覧いただきありがとうございます。ではまた次の動画で、次の動画が何になるかちょっと今自分でも分かってないんですが、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。